さあ、負けた。負けたけど、これが、革命の一歩だ。俺たちが、必ず脳を変えておる。ノアの、こういうもんだとか、そういう固定概念なんて、ぶっ放して、俺らの脳を変えていくんだ。絶対に、必ず、革命を起こしてやる。おい、この気持ちだよ、おい。こういう、こんなね、あったかい気持ち、熱い気持ちを持っている選手の脳に言うことは、まだまだ、じゃねえだろ。おい、今日の、後楽園の南側見ただろ。あ、今日は、小島さとし参戦したのか。あ、オレンジの服着た人いっぱいいたよな。あ、こんなな、寂しい現状。あ、これが、今のノアの現状だ。それを変えようと誰がしてんだ。あ、会社がやってんのか。あ、やってる風には見えねえぞ。あ、だがな、お前。やっていこうとしてる人間が、ここに、いるだろ。おい、俺たちは変えていくぞ。ノア、もっともっと輝かしい未来へ連れて行ってやるよ、おい、てめえらクソロードマ、おい、俺たちの未来、おい、見えてきただろ、あら、美しくなりそうな未来が見えてきた、俺たちが、すべてを変えてやる。そしてゲーム、お前がベルト持ってんのが本当に許せねえんだよ。ノアのベルトなんだよ。6月9日やってやるよ。必ずベルト取り返してやる。すっきりしました。僕の気持ちはリング上で言った通りです。これからは、カイツさんじゃなくて、清宮カイトを、ぶっ潰していく。ありがとうございました。